うぞプラビットの達也とハリヒトとトトですニーハオアニハセヨハロ。ということで今回は世界のヤバすぎる凶悪事件についてやっていきたいと思います。マジ？お願いします。なんかねちょっとね今回ちょっと次元違いますよ。なんか吐き気がするぐらい怖いやつですよっていう前置きあるんや。そうこれ次元違すぎて地下地下大気でしょ。これ金近さんのこと言うてる、うん、地下地ということでいきましょう。まず一つ目、男児眼球くり抜き事件。これは生きたまま目をくり抜かれた子供の事件でございます。6歳男児の両目がくり抜かれるという猟奇的な事件が中国によって伝えられた。男児は夕方近所で遊んでいたのを最後に夜10時過ぎ血まみれの状態で近所の野原に倒れているところを発見されたと。でなぜこの男児は目玉をくり抜かれなければならなかったのか、犯人は一体誰なのかというところなんですが、これ事件の当初他の地域に住む鉛のある女性が捜査線上に上がり、地元警察は約10万元160万円の懸賞金を出して捜査を開始したが、さすがに実の祖母が犯人であるとなったのは驚愕の結末である。祖母は30日に自殺しているが、衣服に付着していた血痕を DNA 鑑定した結果男児のものと確認された。男児は自分の目がくり抜かれたことを理解できておらず、なんでまだ太陽さん出てこないのと家族に尋ねているという。ちょっとこれ行くて。でこれ新聞の報道によれば、男児の両親と祖母の家の間には半睡不随の老いた父親の介護問題をめぐって争いが絶えなかったと。ただ事件当時祖母は別の場所にいたという証言もあり、親戚らは祖母の無実を主張しているが、まあいろいろ事件をたどっていくと矛盾があるんだけど、そもそも自殺した祖母にはこの男児の DNA がついていたからそうなんじゃないか。えぐいっしょ、自虐っしょ。いや、これだって生田とまー目くり抜かれたんでしょ。いえ、生きたまま生田とまーってアリエルしてたんでしょ。いやいや、トーマなのよ。アリエルすぎるか、これは。いや、ぬいわ続きまして、硫酸でドロドロに溶かす硫酸壺殺人事件。1956年東京足立区の会社の工場の2階で一人の技術者が大いびきをかいて眠っているのを同僚が見つけた。机の上には次のような遺書があった。致死量 0.11mg 死ああ怖い、あと2分。さらに8枚の便箋に同僚殺害の様子や死体を処分する様子が丁寧に書かれてあった。それによるとこの眠っている技師28歳は同僚の技師 S さんを殺害し、工場内の研究室前にある樽の中に入れて遺体を溶かしているのだという。職員はすぐに通報、警察が駆けつけた。眠る男のそばには白い粉の入ったカプセルが置かれており、これは自殺のためのものとみられたが、なぜか男の様子に異常な点はなかった。刑事たちが手錠をかけようとすると、この28歳の男性は激しい抵抗を見せ暴れた。7分ほどしたところでようやく取り押さえられ逮捕された。この犯人はすぐに足立区病院に運ばれ、胃の洗浄などをしたが硫酸反応はなく泥酔しているだけということが分かった。まあ要するにその自殺しようとしてたわけじゃないと。で一方さっきの S さんが入れられているという樽の中も調べられた。樽は直径 0.71m、 高さ 1.2m のもので、中身が見えないように蓋をして縄で縛られてあったと。中を覗いてみると半透明程度のコバルト色の液体が6分目ほどまで入っているだけで浮遊物はなかった。液体はきつい酸の匂いがして、樽の下に穴を開けると人間の骨の一部と見られるようなものが液体とともに少し流れてきた。樽の底には10円玉硬貨5枚、プラスチック製のボタン、ビニールの名刺入れ、靴の金属などがあるだけで、他のものは全て溶けきっていたようだ。頭蓋骨も溶けて小さくなっていたが、左の後頭部に鈍器で殴られたような跡が3箇所あったということで、うん、マジで溶かされていたという話、うん、ジャパンだよね。おだちだよ。スケールが違すぎるよねこれね。ちょっとやばいでしょ。やばっ。硫酸ってさ、その素人でも手に入るんだ。技術者でしょ。はい、何ですか。技術者。ああ、技術者。え、硫酸の事件あるよ。だってあのなんかファンクラブイベントとかで海外で、あのもう恨みを持ってて自分が本当は売れるはずだったって売れてる女優の握手会かなんかで硫酸顔面にかけてそのまま逃走するんで、うわーってなってもう顔溶けちゃうの。だよね。だから続けられないってことで仕事を、うん、途中3代目来てた硫酸って出硫酸、硫酸、人生一度だけでしょ。まあだからそれ失敗したから怒ってかけたの。そう、硫酸って俺やばいよ。マジ持っちゃダメだと思う。本当にだってかけたらもう溶けちゃうんだもん。よく映画とかでもありますよね。あるあるある。ふわーってやってシャーみたいな、うん、だから
これがもう本当これは遺体丸ごと溶かされたっていうパターンですよ。あでもそれの対処法一個わかるわ俺、うん、あのさ対処法靴にさ、うん、あの紫のスプレーみたいなのわかる、うん、あのあれ水分弾くやつ、うん、あれ毎日顔に塗るしかないかもしれない、うん、あれで硫酸弾けんの？弾ける弾ける硫酸ずっと硫酸がちゃんと言えてないっていう感じこれエグいっすね。いや、やばい。え、つか今のところ2本ともやばいよ。しかも、泥酔して寝てんだよ、わけね。酒飲んだってこと。だから、その、自殺したと思ったけど、寝てただけなんだろうね。しかもなんか冒頭でさ、大いびきって言ってたよね。そうそうそう、めっちゃ寝てたんだから。飲むこれ、よって。大癖だから人を殺して、そのまま飲んで寝れるってことですからね。異常者よ。そうなんですよ。ということで、以上が世界のヤバすぎる事件でした。ヤバすぎて2個しか紹介できんかったいや、てかね、低評価つけんといて、その気分悪くなったとか。はいはいはい。俺らのせいじゃないから、ね、そうなのお伝えしただけですから。そうそうそう2個の感じじゃないなこれその量が、うん、情報量がえぐいわ疲れるわ本当に疲れた絵出すのよ本当に疲れた絵はいらんのよこの重い空気さ、はい、みんなにお詫びとして俺らサクッとピンサロでも行ってくるいや自分だけ気持ちよなかった自分だけ気持ちよなかったそんぐらいライトなことしないとダメよこれいや結構きつかったっすねということでまあこのような事件に巻き込まれないようにというか、うんその世の中には想像を絶するようなこうやばい人がいるってことを頭の片隅に入れといた方がいいんじゃないかな、まあ、片隅じゃなくてもいいかもしれんもうド隅そう隅じゃないなまさか入れといた方がいいんじゃないかなと思いました、はいはい、でも俺も夜とかあの後ろに男の人とかたまに歩いてくるじゃないですか俺ああいう時絶対もう俺超早歩きに帰るわかるわか俺は前も嫌だ抜いちゃうもんわかるわかる俺手鏡で見るね手鏡探偵かいや、春とか絶対そんな気にしないタイプだそう、絶対気にしないわでも、プーさんの生まれ変わりじゃないそう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 あ、なかったことになったよ、さっき言ってからえ、絶対プーさんの生まれ変わりだもんいやさっきスタッフが多分あれデータぶっ壊れてるっていう映像撮ってる、はいはい、これがマジだあと俺に寄ってくださいこの汗の量1回目ではそう、ね、完全にこの吹き出し方は、はいはいはい、追い込まれた人の汗だということで僕は何の場所かと言いますと事故物件でございます